そうそう、思ってたけど、面白かったですね。
変お待たせいたしました。ただいまから第17回ビクトリアマイル競走の表彰式を行います。優勝馬ソダシ号の関係者の皆様をご紹介いたします。皆様どうぞ盛大な拍手でお迎えください。山西の金子マコトリさんです。どうぞ壇上へお上がりください。管理されました菅井直介調教師です。手綱を取りました吉田隼人騎手です。調教騎手田村光平様です。エルメインの今波忠俊様です。そして生産者ノーザンファーム様です。はじめに優勝馬の関係者に花束が贈呈されます。それではどうぞ花束をお渡しください。おめでとうございます。続きまして優勝馬の関係者に対しJRA 日本中央競馬会から賞金が贈呈されます。贈呈者は JRA 理事長後藤正幸様でございます。馬主の金子誠教員様に賞金が贈呈されます。続いて調教師の菅井直輔様です。おめでとうございます。騎手の吉田隼人様です。調教助手の北村光平様です。警務員の今波隆俊様です。生産者のノーザンファーム様です。おめでとうございます。続きまして優勝馬の馬主に対し日本馬主協会連合会会長賞が贈呈されます。贈呈者は日本馬主協会連合会会長石川健様です。優勝馬の馬主に対しブリーダーズカップチャレンジ賞が贈呈されます。贈呈者はヘイトハンター様です。なおビクトリアマイルは11月5日土曜日にフィンランド競馬場で行われます。ブリーダーズカップフィリアンドメアカー競争もチャレンジ競争となっており、ソダシ号には優先出走権が与えられます。
平和の皆様、ありがとうございました。関係者の皆様、本当におめでとうございました。もう一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。これをもちまして第17回日本のマイル競争の表彰式を終了いたします。ありがとうございました。もう一度盛大な拍手をお送りください。白ゲーマーが東京の
って G1 の時が来たので、その時に僕がサブナーを取っていられたので、本当に夢のような感じでした。本当に総田氏をここまで盛り上げてくださった皆さん、またこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。